のびやん。どうも富山県住みます芸人のびやもとと申します。よろしくお願いします。わはははちゃんちゃんちゃん寿司拍手ぐちゃぐちゃシーキーズスポットポカポカ温まろう町の銭湯ということで、富山県は富山市にやってまいりました。見てください、雪ね。富山県は雪国でございますね。ポカポカ温まるのには最適な日でございます。さて、どんな素晴らしい町の銭湯に出会えるんでしょうか。それでは早速行ってみたいと思います。行きますよ、ザブーン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 。のび山本、この企画ベストマッチです。その理由はのび山本がきときと富山銭湯大使だからでございます。富山の銭湯の魅力を発信し、銭湯ファンを増やすための活動をする、それがきときと富山銭湯大使。令和3年12月7日、富山県公衆浴場業生活衛生同業組合さんに委嘱していただきました。日々富山の銭湯を盛り上げるために頑張っております。のびょん。さあ、私はですね、先ほどいた公園を出まして、向こう側の、ね、道路に渡ってまいりました。ポカポカ温まろう町の銭湯ね、に向かって歩いております。はい、そちらね、町の銭湯はですね、この、月岡団地バス停の近くにありますよ。月岡団地、はい、歩いております。このすぐですから。さあ、見えてきました。本日私が紹介する町の銭湯はこちら、海発光線さんですね。はい、見てください、素晴らしい。この銭湯好きを駆り立てるこの看板ね。はい、海発と書いて海発と呼びます。あの辺もいいですね。早速入っていきましょうか。邪魔しまーす。あ、ねえ、下駄箱がいいですよね、やっぱり。じゃあラッキーセブンにしましょうかね。のび山本、ラッキーセブンに入れさせていただきまして、ラッキーセブンにね、はい、ラッキーセブン入れまして、この木の札がいいんですよね。店内の方入っていきたいと思います。お邪魔しまーす。ガラガラガラ。あ、なんとさとこちゃんと佐藤くんがいますね。面白い。そしてこれはなんかカエルのやつですね。あ、ソフトクリームね。あ、スーパーマン、スーパーマンがいますね。ありますね、スーパーマンもいる開発光線ね。そして、あ、バーカボンのパパとバーカボンもいますね。はい、なんと皆さん見てください、ズドン、 BS 吉本を流していただいております。開発光線さん、ありがとうございます。本当に、いや、なんていい銭湯さんなんですか、こんなね。え、皆さんちゃんとね、入りに行きましょう。 BS 吉本を流してくれてるんで、 BS 吉本の出演者の皆さん、社員の皆さん、みんなね、開発光線さんにお風呂入りに行きましょうよ。本当に、お邪魔します。日差しが差し込む明るい浴室、素晴らしいですね。湯気も相まってファンタジー最高。富山の銭湯といったらやっぱりこれ、ケロリン桶、かわいい。まずは体を洗って、いざ湯船。まずお湯を足からかけることによって、ヒートショックの危険性から体を守ることができますよ。お湯の足を入れますね。気持ちいいね。ここからはのび山本目線でお楽しみください。最高ですね。湯船の奥まで行って肩までお湯に浸かると、極楽でございます。この明るいうちからね、銭湯でお湯に浸かる、最高でございますね。開発光線さんのお湯の温度は 42.5 度、薪木材を使ってお湯を沸かしてるんですね。だから体の芯まで温まりますよ。のび山本は現在超音波風呂に浸かっておりまして、超音波の力でお肌スベスベ。そして
富山は水が美味しいのでとてもお湯が柔らかいでございますね。気持ちいいと、ここでものすごい勢いでお湯が出ているところを発見。これはもう背中に当てるしかないですよね。最高、気持ちいい、笑顔止まりませんわ。さらなる刺激を求めてジェットバス、全身をジェット水流でマッサージ。この刺激がたまりません。他にもビリッと電気風呂、そして本日の健康風呂、撮影の日はみかん風呂でした。さあお次はこちらの扉。この扉の奥には一体何があるんでしょうか。そう、野比山本といえばサウナでございますね。やったー、木目調の落ち着いた雰囲気ね、ほんのり香る木の香りが癒されますよね。サイズ感で言ったらね、大人4人でちょうどぐらいのコンパクトなサイズでございます。どこ座ろうかなということで1段2段目座りました。天井も木の板がね張ってあって徹底しておりますね。砂時計をひっくり返す、熱い砂時計も熱くなっております。最高です。サウナストーブの上にはサウナストーンということで、いい感じの熱が回っておりますね。温度は94度、最高の温度ね、最高、気持ちいい。玉汗出てますね、キラキラと美しい汗をかいております。もううなずいちゃいますね、気持ちよくて。もう限界いいということで、サウナを出たらすぐ水風呂、動線が完璧ですね。汗をしっかり流してから極上の水風呂いただきますということで、はいはい、この笑顔、もう即この笑顔、もう水風呂のためにねサウナ入ってますからね、最高。あ、もうこれテレビじゃしちゃいけない顔しちゃってますね。そしてこの水風呂の水は開発光線がある月岡の井戸水、地下水を使っております。水温は18度、優しく体を包み込んでくれます。とても気持ちよく整いへ連れてってくれる最高の水風呂でございますよ。この薪をこの中に入れて燃やして、はいはい、で上にある温度計なんですけど、はいはい、あれを見ながら、はい、だいたい入れ具合を考えて調整して、はい、薪でこうお湯を沸かしてる。そうです、薪で沸かしたお湯って結構めちゃくちゃ温まるじゃん。温まってずっとなんかあの長持ちするってよく言われますね、はいはいはい、わ、でっかいの、あ、いたいたいた、すごい、はい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 。この薪というか、これは一体どこから調達されるんですか。プレファット工場とか、はいはいはい、製材所とかのいらなくなった廃材っていうか、はいはいはい、それを取りに行って、はい、燃料にしてると、はい、あ、めちゃくちゃいいですね。この捨てるものをこういう風に燃料としてこの再利用するって、このやっぱり SDGs ですよね、はい、これだいたいこういっぱいこの端材がいっぱいありますけど、はい、これ1日分だいたいどれぐらい燃やすんですか。これ薪、これ1日どれぐらい燃やすかって言ったら、これ今外に出てきたんですけど、これが夏場だとこの一箱、木が一箱、はい、でここまで、ここまでですよ、ここまで、はい、冬場だと、はい、二箱、冬場、あ、単純に倍になるんですね。そうですね、夏場だとこの1箱、はい、冬場だと、2箱ですね、はい、へえ、なるほど、はい、勉強になりますね。いやー気持ちよかったですね。しかし開発光線さんの魅力はまだあります。こちらです。
さあこちらですね、開発高専さんと一緒になってるカズラさんでございます。それではお邪魔します。お邪魔します。店内は和風な感じ、木のぬくもりで優しい雰囲気、 L 字カウンターがインパクト大、テーブル席もあります。居心地いい。お久しぶりです。はい、久しぶりです。はい、お母さん自己紹介お願いしていいですか。愛知恵子です。愛知恵子さん、はいね、はい、年齢はいらないよね。年齢は一応もらっていいですか。いいですか。はい、68で3月いったら69になります。見えない。ピチピチの看板娘でございます。はい、はい、はい、愛知、愛知ということで、あのカオルさんのお母様でございます。はい、そうです。はい、はい、このね、はい、素晴らしいですよね、この開発高専からこのスナックカズラさんへの流れ。いえいえ、いや、はい、これもう今現在4時16時ぐらいなんですけど、そうですね、5時から今です、はい、特別に挙げていただいてまして、はい、で、はい、なんで開発高専さんはですね、今非常にお客さんがいっぱい来てます。そうです。で、はい、これはですね、あのカズラさんへのこのオープンめがけてというこの流れで混んでるということで、はい、大変で人気なお店となっております。これがですね、やっぱり開発高専さんの魅力の一つと言っても過言ではございません。ということで、私なぜ来たかというと、この名物の、はい、あのものをちょっと作っていただきたいなということで、はい、さあやってまいりました、スナックカズラさん名物鍋焼きうどんでございます。熱々です。最高です。お母さんの恵子さんのサービスで、富山県ならではのこのとろろ昆布おにぎりサービスでいただきました。ありがとうございます。それでは早速いただきます。パカチューリップ、グツグツ感がたまんないっすね。うん、おいしい。もう優しい味ですね。最高ね、もう本当に。この天かすとか卵とかえのきとかネギとか、この富山のね、赤巻かまぼことかお肉とか入ってね、いろんなね、お出汁がね、こうずーっと出てね、本当優しい味わいですね。もう風呂上がりが最高ですね。体がね、もう温まりますよね、本当に。うま羽毛布団、あったかい。続きまして、昆布おにぎりいただきたいと思います。富山県以外のね、地域の方々、このとろろ昆布おにぎりってね、なかなかメジャーじゃないと思いますけど、いただきます。うん、このとろろ昆布のね、旨味と酸味がね、こうね、いっぱい出ててね、あと富山のね、お米の旨味、このね、いろんな旨味が積み重なって、これはもう、うま運転。うめぇ、最高の組み合わせで、どんどん食べていきたいと思います。はい、あっという間に完食でございます。いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。パカ、合掌造り、世界遺産、世界遺産。いやー、鍋焼きうどん最高でしたね。はい、チーキーズスポット、ポカポカ温まろう町の銭湯ということでですね、本日は私は開発高専さんとカズラさんを紹介させていただきました。いやーね、本当に町のこの薪で沸かしたお風呂で外側が温まりね、そしてカズラさんの鍋焼きうどんで体内も温めて、そしてなおかつこのね、開発高専さん、カズラさんに集まる温かなお客さんでさらに温めていただきまして、本当に今日はね、もうポカポカどころか、ホカホカどころか、もう熱々でお家に帰れてぐっすり眠れそうでございます。いやー、町の銭湯って本当に素晴らしいですよね。本当に銭湯に入ってお湯に浸かって、めちゃくちゃ気合が入りました。えい、いやー、と銭湯ザブーン。 No, bien.